トロッコとは、軽便鉄道や産業鉄道、軍用鉄道における貨車の一種、もしくは人力によって走らせる手押し車、英語のトラックのなまったものが語源とされる。主に、鉱山、工場、店などで自動車のトラックが利用できない場合や、水道、ラム等の大規模工事現場で道路を建設するより、早く簡単な場合、ないしは土木工事の現場において、 大量の土砂を搬出するため、トラックを使用して運搬するよりも早く移送できる場合などに、はしご状に組み上がった線路による仮設軌道を設置して、その上を運行するものが多いが、本格的な路盤に線路を付設する場合もある。ペダルを漕いで進む、補線用の軌道自転車のことを指すこともある。走行させる車両は、簡易貨車であることが多いが、鉱山などで、 動力者を持ち込めない場合には、ウィンチによる牽引や人力の手押し者が使われることもある。ビア英語では缶桶を乗せる四輪の手押し者のことをビアと言う。山梨県など一部の方言では工事用の手押しのトロッコのことをビールと称するが、これは蒸気から来ているものとみられる。ウィキソースの更新越民用も参照。ありがとうございます。